はい、今夜明日のスケジュールを確認し、今後の相場相当しつつ、明日買って明後日儲かる銘柄を買ってニュースをする、静かですから明日はこれを買いのコーナーです。行きましょうか。海外ですね、ノーベル物理学賞発表になりましたけど、なんかあんまり話を聞いてないんですが、まああんま関係なかったですかね。ノーベル、あ、間違えた。スイスなどの3市に、ジュネーブ大学などなど、日本人受賞ならずということだそうです。生産者物価指数も発表になりましたが、まあ、とにかく、まあ、ちょっと今日夜、夜間な難聴ですね、アメリカの方ね。ちょっと先物は安くなっておりますので、ちょっと後で見てみましょう。で、決算発表、いろいろあります。シリコンスタジオ決算発表ありまして、とりあえず見ますか。3907。あ、間違えた。はい。まあ、思ったより悪くなかったけど、そんなに良くなかったっていう感じなんですね。第3クオーターのところで進捗率 58.3% ということで、ちょっと進捗そんなに良くはない。進捗だけで言うとですね。ただまあ、第2クォーターから見ると、まあそんなもんかっていう感じですね。4分の1、まあ、大体25ポイント分、25% 分稼いでくれてる感じでありますんで、まあそんなもんかっていうところなんですね。悪くはない。ですが、この第4クォーターで、あと、まあ2倍弱ぐらい、あと残りの部分稼げるかどうかっていうところを思うと、まあちょっと PTS のところでは売られてるってことなんでしょうけど、ただ、まあ全然悪い数字じゃなかったね。すごくもうね、赤字が出たとかそういうことじゃなかったんで、その辺の期待はしていいのかなっていうことはちょっと、持ってますね。意外と明日底堅い動きになるんじゃないかなっていう気がしてます。安いところ200日が下ね、とは言いながら結構動きが激しいから、なんかそんなに値幅ないように見えて、200日移動平均給1775円なんですね。まあ下がってもその辺までかなっていうところですね、っていう風に見てあげていいかなと思いますので、というシリコンスタジオでした。明日、国内9月の工作機械受注が15時引け後発表です。ノーベル化学賞の発表がありますね。そして FOMC 議事録が公開になって、韓国がお休みです。決算発表いろいろ出てきます。コメダ、イオン、ファミリーマート、ローソン、ウェルシア。この前、業績観測出てましたね。日経新聞の方でね。あと、ABC マート、イオン、九州、マックスバリュー、東北、カネミ食品、ライク、ジーフット、トレファク、トレジャーファクトリー、マックスバリュー、九州、ユナイテッド、スーパーマーケット、ホールディングス、スタジオ、アタオ、ソーツ、ファン、イオン、ファンタジー、理想教育、注目ですね。で、東京、拳の学院、ベル24、ホールディングス、サンデー、マックスバリュー、北海道、イオン、北海道、小島サイズエリア、三国合成、ライフコーポレーション、マックスバリュー東海、マックスバリュー西日本、AIT、イオンディライト、ミニストップ、ヤマザワということであります。イオン関連銘柄いっぱい出てきますが、我々の注目は理想教育ということで、一応チェックしておきましょう。ここまでの進捗具合と業績ですね。株価の動きとしては結構落ち着いちゃったかなっていう感じはありますが、第1クォーター赤字でした。いつものことです。第2クォーターから本気出す企業ですんで、コンセンサス12億2000万円、決めるところ、結構高い数値かなっていう気もしてます。まあ、ただ、通期のところの数字見ると、回収するとコンセンサスそんなに差ないので、まあ、このぐらい稼げるっていうこと、かなというふうに見ております。今期2桁増益ですね。営業利益で 19% 増益、決算で 18.1% 増益の見通しとなっておりますが、まあまあ、いい数字出してくれるんじゃないかなと思います。で、株価もそんなにね、今買われてるとかってこともないので、比較的やりやすい水準かなというふうに思います。ちょっと、下降トレンド気味に今なってきている感じに見えるのが嫌なところですかね。ということで、
まあそこだけ、まあ上ね、ブレイクしてくれれば、202線とかね、ポンと上抜くような動きになればいいなと、そんな感じで思っております。ということで、明日の推奨、理想教育でした。では、明日の個別材料を見ていきたいと思います。パルグループホールディングス、上期の業績発表でした。営業利益50億2400万円で着地、前年同期比 41.7% 増益となりました。続いて、イーソル。15日付でマザーズから東証一部の市場変更を決定しております。続いて、資生堂、アメリカの子会社を通じてプレステージスキンケアブランドドランクエレファントを取得したという発表をしております。続いて、オバラ。当初2部への支店外にかかる猶予期間の解除が決定しました。株主数ですね。したけども。一部になんとか残留ということになります。井筒屋、上期の業績発表です。営業利益5億5100万円ということで、前年同期 81% 増益となりました。続いて、泉、スーパー泉。20年2月期の業績予想の修正です。営業利益のそれ374億円と予想しておりましたが、339億円に下方修正。前期比 6% 増と見込んでおりましたが、3.9% 減益の見通しになります。吉野家、上期の業績発表でした。営業利益29億3600万円です。通期の予想は、これ一応据え置きだそうです。なんででしょう。もう超えてるんですけどね、通期予想ね。だそうですよ。ということで、以上。明日の個別材料でした。ではマーケットの方を見ていきましょう。今日ダウ、米株随分やられております。ニューヨークダウ、リアルタイム今1時30分です。1時半ちょうどですが、ちょっと戻したかな。ニューヨークダウ今234ドル69セントです。で 0.89% のマイナス。ナスダック 82.08 ポイントです。で 1.03% のマイナス。SP500 1.07% のマイナスとなっております。原油もまた下がってきて52ドル23セントというところ、為替やや円高107円12銭13銭といったところですね。ユーロ円117円36銭というところです。先物やっぱり下がってきちゃってますが、2万1410円安いところ2万1360円かなぐらいまでありましたので、もうちょっと下あったかな、330円までかありましたので、まぁ、ちょっとこの辺が居心地いい感じになってきてしまってますので、ちょっと500円とかが今度なんか重たくなってしまうかもしれないですね。2万1500円とかね。そんなってことなかなか上値抜けにくい状況が出てきてしまうかなというところですんで、明日、ちょっとね、厳しいスタートになるかもしれませんが、ちょっと、見ていただければなというふうに思います。まあ、小型でしょうね。大型は多分ちょっと買いづらいっていうことなんだと思うんで、引き続き小型の方がいいかなというタイミングかなと思います。では、こんな感じで。はい、ということで、まあ、小売とかね、ちょっと決算いろいろ出てくるタイミングですので、まあ、実感としてどこが良かったかみたいなところも分かりやすいセクターですんでね、その辺、まあ、セブン&アイよりもイオンのが良かったとか、そんなこと感じられるんであれば、その辺狙いに行くのも面白いのかなと思いますんでね。ということで、火曜日が終わりました。あと3日間今週ね、頑張っていきましょう。では、以上、静かですが、明日はこれを変えでした。